という長さをチェ・ホンマンは気にしていました。さあ今夜人類最強のこの歴史が変わるのか。チェ・ホンマンとヒョードル、さあ世界中が注目する一戦。チェ・ホンマンはあくまでスタンド、まずは食いついていった。ここはシルムの経験が生きるか。腰が重い。上にやったのはなんとチェ・ホンマンだ。さあここは岡見さん、これ意外でしたね。意外ですね。まあ良、まあ、かったです。でもここからもあのヒョードルは上手いので、はい、警戒が必要ですね。まあ、逆にこのチェ・ホンマンはコーチにはあのユン・ドンシクが寝技を指導していると話していました。この大きさですから増田さん、はい、一発一発上になっただけでもこれ大変な重さでしょう。ちょっとね、僕はあのもう6年前からヒョードル命なんですけど、はい、まずあのこの試合が実現したことに驚いてます。はい、はい、岡田さん、もう上になったこれ、ね、ヒョードル隠れますからね。あんがちも冷静というか、はい、これが上手いですよね。さあ中に来た、腕を取っていく。さあ腕だ、腕だ、大巨人の腕を消しようという。さあそして立ち、立ち上がりました。この大歓声をお聞きください。日本中だけではない、世界が注目する一戦です。人類最強の男エメリアエンド・ヒョードルか、そして K-1 の大巨人韓国のチェ・ホンマンか。さあ早くもヒョードルの顔に傷ができています。スタンド決着でということを戦前ホンマンも話していた。左当たった。そして組み付けに行きます。しかし上になる。いやー、岡部さん倒す、うまく倒せないですね。さあ上になった。ここからがあのヒョードルは上手いので、サインみたいな警戒しなきゃいけないですね。まあ、自分には体格差、そういった知識がある、技術がある、そこを徹底的に練習してきたと話しています。下になっても三本仕込みの寝技があります。これが下になったのが人類最強の男ヒョードル、上になったのがチェ・ホンマンです。2m18cm 160kg が追いかぶさっている。左、左を振り出している。しかしまた右の腕だ、右の腕。よっしゃ、人類最強。